はい、おはようございます。億万長者合宿をご覧の皆様、今回ですね、家は所有するのか賃貸かという論争ね、これ永遠の論争に見えますけども、これ最初から答え出てるんですよね。これ所有の方が絶対いいに決まってるんですよ。で、多くの方はシェアとか言ってね、賃貸とか ある一定のものを借り合う、貸し合うとかね、物々交換みたいな流れになってますけども、まさにこれがですね、潮流に飲まれているんですよね、で、どういうことかっていうと、いや、資産家っていうのはすべからくオーナーなんですよ。要するに金持ちっていうのは所有をすごく増やすんですよね。所有することによって豊かになるわけですよ。で、一般層っていうのはシェアするっていうのは永遠に自分のものにならないんですよね。ここに圧倒的なですね、違いがあるんですよ。資産家っていうのは富を独占するんですよね。で、独占した富を人に貸すことによってさらに一般層から搾取するわけですよ。そしてこれは相続されます。豊かさっていうのは相続されるんですよ。だから豊かな人ってずっと固定されていくんですよ。これは時代の流れでね、豊かな人がずっと固定されていくようにどん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 なっていったわけなんですよ。そしてついにそうなったわけなんですよね。で、一般層っていうのはいろんなものをね、シェアとか共同で所有するとかね、家もシェアですよね。永遠に自分のものにならないんですよ。自分のものにならないから、自分の人生が終わった時に自分のものはないんですよ。ですからその貧しさの相続っていうのが起きるわけなんですよ。で、ずっと苦しくって、ずっと資産家に代が変わってもずっとね、富を献上しているという形で、もうただ働きをずっとされるようなもんなんですよ。じゃあメルカリっていうテーマにちょっと変えてみましょうか。メルカリっていうのは、利用者さんっていうのはね、いらないものが出品できてよかったなとかね、安く買えてよかったなと思う、要するに物々交換みたいなことをしてるわけなんですけども、じゃあ一番利益を上げるのってどこかっていうと運営のメルカリなんですよ。で、メルカリっていうのはその運営母体を相続することができるんですよ。売却することもできるんですよ。で、一番儲かるわけですよね。で、顧客データも独占してるわけですよ。でも利用者、ユーザーさんっていうのは、もうあんまり顧客データっていうのは取引をいっぱい重ねてもね、そんなに所有できないんですよ。で、いらないものを出すわけですから、いらないものが目の前からなくなってですね、それはせいせいするわけなんですけども、自分のものではないっていう概念なんですよね、ずっと。で、いろんないらないものをこう買うわけですから、基本的にそれはいらないものになっていくわけなんですよね。この辺はね、結構ね、表現が難しいんですけども、もう一回言いますけども、持ち家って資産になるんですよ。自分が所有すること、例えばこの家、私が住んでる家も人に貸したら18万から25万の間で貸せるんですよね。で、私は例えばね、人に20万で家を貸して自分は5万円の賃貸に住んでたらどうかっていうと、毎月毎月15万円が生まれるんですよ。でも不労所得じゃないですか。でも賃貸に入ってレンタル料を払う人って、自分のものにならない上にお金をずっと払わされてる、要するに消耗し続けるんですよ。だから大きく分けるとですね、持ち家を持ってる人、オーナーになる人ってのは強いんですよ。ただし考えなきゃいけないのが、無理をしてオーナーになる必要はないってことなんですよ。分割でしかオーナーになれないんだったらやらない方がいいかなと。結局所有できるものが限られてきますんでね、そういう方はやっぱりシェアをする段階なんだと思うんですよ。で、シェアをして節約をして、自分の余剰資金を貯めていってオーナーになるってことを繰り返していくっていうのが、私はいい道なのかなと思います。で、結局オーナーが何で儲かるかっていうと、所有するものに利材をつけて人に貸す、シェアさすっていうことができるからなんですよね。でもシェアしてる方っていうのはお金は払い続けるんだけども、何一つ自分のものにならないわけなんですよ。だからそういうことでね、メディア洗脳って吉谷さん言われてましたけども、確かにメディア洗脳っていうところあります。家を買いましょうみたいなね、キャッチコピーで多くの人が家を買いました。でもそこからですね、買った家がどんどんシェアに移ってるってことは、結局買った家がみんな取り上げられてるってことなんですよ。これはね、リーマンショック作戦なんですよね。だからなんかすごくね、逆説的なんですけども、メディア洗脳というメディア洗脳をかけられてるんですよ。これ分かりますかね。昔は家を買いましょうっていうメディア洗脳で、もう猫も借子も家を買ったんですよ。でもメディア洗脳が一旦完了すると、よし、じゃあみんなが所有した家を安く買い叩こうぜみたいなことで、今度はシェアしましょうっていうメディア洗脳が始まったわけですよ。ということで二重に搾取されてるのが私たちの立場なんですよね。だからここが見抜けると、今こそ所有する時代なんですよ。もう所有していかないといけないんですよ。今シェアするっていうのはもうね、時代遅れて、50年前にシェアをするっていうのを考えた人はすごいんですよ。50年前にシェアをしていった人が勝ってるんですよ。でも今シェアするっていうのは今度は逆なんですよね。今は所有しないといけないんですよ。いろんなものが安くなって、みんなでシェアだシェアだって言ってる時に、少数派として購入すると、オーナーになるっていう道を取らないといけないんですよね。じゃあリーマンショックの話ちょっと出ましたけど、リーマンショックがどんな作戦を取ったかっていうのを思い出してみましょう。
リーマンショックってのはあなたでも家が所有できますよっていう風な甘いキャッチコピーで年収400万ぐらいの人に4000万5000万の家を売ったわけですよね。でその家を買った人がローンを維持できなくなった瞬間に家を取り上げるんですよ。でこの作戦すごいでしょ。家をいや取り上げて、でその家を今度また賃貸に出すわけですよ。だからそのね、このリーマンショックっていうのは何が巧妙かっていうと、あなたたちも家が持てますよって言って、もう所有する概念を植え付けて一国一城の主ですよってまた使ったわけですよ。で、あ、自分たちでも家が持てるかもしれないっていうに希望を持った人がこれ取り上げるの前提でみんなローン組んでるんですよ。誰一人払える人いないところにサブプライム層にドーンと家を所有させて、そして払えなくなった瞬間に取り上げていくっていうね。で借金をズカッと押し付けるというふうな、この富の独占をしてるわけなんですよね。だからやっぱりね、家ってのは家に限らず土地もそうですし、まあ、車もそうですしね、全てのものは基本的には所有しないと勝てないんですよ。シェアをするっていうのは、その瞬間は出費が少なくっていろんな楽しみ方ができていいなーになりますけども、全てですねオーナーの手の上でそれを演じさせられてるっていうところに気づかないといけないのかなと思うんですよね。そして私たちは今ねどんなものが所有できるかっていうと、情報っていうものはね、所有もできるしシェアもできるんですよ。まあ、だから情報化社会なんです。情報を扱って自分の情報にする、自分の情報をさらに多くの方にシェアするために発信すると、この繰り返しで今富が作れる、私たち一般層には唯一の道がこの情報のオーナーになるってことなんですよ。そして情報を同時にシェアしていくってことですよね。皆様は情報のオーナーになってますか？情報のシェアラーになってますか？いかがでしょうか？いってらっしゃい。